去年の秋頃だったかな。俺は時々変なものを見るようになった。明らかに人間じゃないんだけど邪悪なものって感じもしないから、その時は放っておいた。そいつはいろんなところに出没した。家のすぐそばだったり、学校の窓から見た風景の中だったり、だいたい明るいうちに見えることが多かった気がする。俺はこっそりそいつをオーネさんって呼んでた。というのもなんか見た目が真っ白で人型なんだけど、大根みたいな身体から大根みたいな腕やら足やらのパーツが生えてたからで、俺が見るとパッと走ってどっかに逃げていってしまう。妙に愛嬌があったから嫌いじゃなかった。ちなみに俺以外にそんなのは見えてるはずもなかった。当たり前っちゃ当たり前だが、いやマジなんだこれがいいか。そいつのことはオーネさんとするが、オーネさんは先に書いた通り妙に愛嬌のあるやつだったんだ。悪さしないし視線向けると勝手に逃げて、不思議な。最初は俺もビビってたけど、いつの間にか自然と探すようになっちゃって、1ヶ月くらいそれが続いた。当時俺はツイッターをやってて、毎日の出来事や趣味についてかなり頻繁にツイートしたりしてた。オーネさんを見始めてすぐの頃にそこでうっかり奴のことを喋っちゃったんだよね。あんまり面白がられなかったから、それ以降話題にはしなかったんだけど、ある時そういえばこないだの白いお化けどうなりました？トリップくれた人がいた。それが N だった。 N はもともと友達の友達って感じでフォローはしたけど特に絡むこともなく放置してたうちの一人だった。俺もギャラクシーエンジェルでは俺と同じミントさんをしくらいの認識くらいしかなかったし、そんな相手に急にリプなんか飛ばされてびっくりしたが、あ、最近もちょいちょい見てますよ。でもどうしたんすか突然という返信はできた N。 ちょっと気になることがあって、それって白くて身体とか手足も大根みたいなんですよね。俺そうだけど N 顔はあった？はて、顔なんかまともに見たことない女子の顔すらまともに見られない俺には当然そんな得体の知れないものの顔面を凝視するという発想はなかったし、第一俺が見た途端に逃げてしまうから顔なんか見る意図もない。その旨を伝えると N はそっかならいいですありがとねと会話を打ち切った。その日はそれで終わった。数日後 N からのリプが、俺さんオーネさん見たよ。あれ怖いね。怖い？可愛くね？授業中うちの机、めっちゃ覗き込んできたよ。びっくりした。怖い？覗き込んできた？はて、こいつは何を言ってるんだ。オーネさんが近くに寄ってくることなんて、俺の場合はないし、むしろ、ウェルカムなのにちょっと、覗き込まれただけで怖いとは、何事だ割と本気でそう思った。ちなみにこの後わかるが N は女子だった。N はかなり不安がっていたみたいで、できたら今度見に来てほしいんですけど、と言い出した。聞くところによると、N さんは俺と同級生らしかったが、それらしい人は見たことなかった。コミュ、沢の俺は少々面食らったが、今度ね、と曖昧に約束して、会話は終わった N と買い話してからというもの。不思議と俺が、オーネさんを見ることは減ってしまった。妙なものを見ることがなくなり、安心したが、もしかして N に移ってしまったんじゃないだろうか、という不安や、秘密の友人を失ったような寂しさもどこかにあった。週2に3回見てたものが、たとえそれがどんなに異常だったとしてもパッタリ見えなくなってしまったのはなんとなく辛かったんだ。確かそれから2週間くらい過ぎた頃、また N から連絡があった。出ました、すぐ来て。3組のとこ昼飯の途中だったが、俺はすぐに走って行った。俺のクラスと3組の教室とは胸が分かれてるから少し時間がかかったが、走っていくとそこに女子生徒が見えた。混み合ってた廊下の中でもその子が N だってのはすぐに分かった。隣にオーネさんが立ってたんだ。すげえ真顔のまんま。俺はその時二つの衝撃的な事実に気づいた。オーネさんに顔があったのと N が女の子だった。俺を不安げに見る N、 隣で真顔のまま殺意を放ち続けるオーネさん、キョドルコミュ、沢の俺、大根さんの見えない人からでも相当キモい光景だったはずだ。なんやかんやで N が口を開いた。これなんですけど、隣のそれを指さしていた彼女には本当にオーネさんが見えているようだった。その時何の前触れもなく、オーネさんが逃げた。俺よりでかくてポケットしてるし速そうには見えなかったが、オーネさんはあっという間に走り去ってしまった。俺
行っちゃいましたね。M、行きましたね。俺、覗き込まれたんですか？ M、4時間目あたりに教室に来て、それからずっとうちのこと覗き込んでました。俺、そっか、なんか違和感があった。俺が見ていた大根さんは、あんな恐ろしい空気を出していただろうか？もっと慌てふためいてて愛らしい印象だったし、やっぱり顔なんてなかった気がするのに。とりあえず M とはライン交換した。よくわからんが女の子の連絡先じゃ、ラッキーと脳天気に考えていた気がする。それからしばらくは、俺も M も大根さんを見ることはなかった。M とはよくラインする仲になっていたし、一度なんて一緒に映画を見に行くとこまで行ったんだ。でも、思春期真っただ中で彼女いない歴、年齢で、これワンチャンあるんでね、なんて思ってた俺と違って、M は付き合いとかは考えてないみたいだった。そんなこんなで、大根さんのことなんか綺麗に忘れてしまって、いつの間にか冬になった俺の通ってる学校から家まではかなり遠いので、冬場は交通機関を乗り継がなきゃならない。なんとか交通費を浮かせて飯代に当てたい俺は、よく学校から駅までバスで十分の道のりを、だいたい30分かけて歩いて行くこともあった。その日もたまたま駅まで歩いていて、コート着込んでマフラー巻いてまん丸になった俺はふうふう言いながら雪道を進んでたんだ。そしてふと立ち止まると道の先に大根さんがいた。多分雪は降ってなかったと思う。だから大根さんの姿は白い背景の中でもちゃんと見えた。その時のあいつには顔はなかったし、さっきなんて全くなく、むしろなんか悲しそうだった。俺はなぜか動けなくて10メートルくらいの距離を置いて見つめ合ってた。どのくらいの時間そうしてたのかわからないけど、大根さんは唐突に横を向いて脇道へ入っていった。周りは住宅街だし人通りもないからすぐ追いつける、そう思ったが、それ以上近づくのはまずい気がして、俺はその場を去ってしまった。次の日の放課後、俺は学校そばのマックで友達とポテトを食っていた。頑張って浮かせた交通費で食べるマックうめーなんて冗談を言いながら、二人で課題をしたりくだらない話ばかりしていて、そのうち飽きてお互いスマホをいじってた。友達がパズドラしてる横で俺が LINE を開くと、M からの通知が数件あった。しばらく会ってないし、どうしたんだろうなんて思って遠くを見たら、俺さんどこいないんですか？ええ、いたらすぐ教室に来て、その文面からなんか嫌な予感がして、ごめん、学校に忘れ物したと友達に言ってマックを出た。嫌な予感は的中した。教室に駆け込むと窓際に M が立っていた。外の雪明かりのせいでやけに表情が暗く見えたが、原因は他にあった。後ろにはあの真顔の大根さんがいた。相変わらず無言のままでこっちを睨んでた。俺の姿を見た途端、 M が急にわめき散らしだした。普段怒鳴ったり泣いたりしない子なのに、見たこともないようなぐしゃぐしゃの顔で何かを叫べ離脱したんだよ。よくグアダブユーセドフアグスユジコ LP ってあるじゃん。あんな感じ俺はうろたえて教室から逃げ出したけど、階段の前で追いつかれて羽交い締めにされた。恐ろしい怪力だった。そしてやはり顔つき大根さんは M の後ろでこっちを眺めてた。明らかにヤバい。 M と大根さんの様子があまりに怖くて、ついに何かが切れた。話せよ、お前 M じゃねえし、俺の見てる大根じゃねえだろ。こんなようなことを十数年の生涯で一番でかいんじゃないかと思うような大声で怒鳴った。そしたら突然 M の腕から力が抜けて、背後の顔大根も跡形もなく消えてしまった。騒ぎを聞きつけた夜警さんが走ってくるのが見えた。俺と M は職員室でがっちり説教を食らい、生活指導担当のハゲからカップルの血は喧嘩は学校の外でしろと言われた。いつもなら俺と M さんカップルに見えます、やったーみたいなテンションの俺だが、さすがにそんな元気はなかった。校門前で M がごめんと謝ってきた。なんかわかんないんだけど、とにかく悲しくて俺さんが憎くて、彼女は涙目だった。きっとあの顔つき大根と関係あるんだろうとは思ってたから、怒る気に離れなかった。いいよ、多分あの大根のせいだし、 M は悪くない。
そう言うと N は頭を下げて帰っていった。ここからが悪夢だった。その晩、俺は金縛りにあった。そして俺の初体験を奪った。相手はなんと顔つき大根だった。無言で俺を睨む大根。必死で睨み返す俺結局、明け方まで眠れなかった。学校へ行くともう、俺と N のことはバレていた。昨日一緒にマックでだべっていた奴は、お前 N さんと付き合えてたの？もうやったの？やり捨てしようとして怒らせたの？などと無神経な質問をしてきたので、腹パン決めて、ポテト吐き出させて、やろうかと思ったがやめた。何せ、顔つき大根の野郎がずっとついてきて、そのせいか、身体がだるくてしょうがなかったから大家は、顔つき大根さんが僕にしてきた。嫌がらせです。家から学校まで、ストーキングしてくる授業中、ノートを覗き込みながら、無言の圧力体育の時間、バスケットボールに頭ぶつける勘弁して欲しかった。廊下で犬とすれ違ったが、昨日の一件もあって、無視された若干凹んだが、とりあえず、俺の後ろの大根見えてる？とラインしといた。しばらくして返信が来た。もうそういうのやめてよ。何にもいないじゃん。はてな、なぜか N には俺のスタンドとかした顔つき大根は見えていないようなのだ。俺一人がマジなわれたと悟った絶望的だった俺は昔、ちょっとだけ霊感があったが、すぐに見えなくなったし、宗教上の理由で神社仏閣には立ち入れないんだということで、お祓いなんかも無理。そうさらに悪いことに、マイエンジェル N にはもう見えてないし、敬遠されている。つまり自力で何とかするほかなかった。できたら皆には、寝たかよー、と笑ってほしいの。だが俺は、昼休みを告げるチャイムと同時に、弁当を抱えてトイレへ駆け込んだ。なぜってそりゃぼっち。だからではない顔つき大根と話をつけるためだ。錯乱した。俺はこんな役のわからん化け物と怠慢張るのにトイレに行ったのだ。弁当持参で個室に駆け込んだ俺は便器に腰掛けて弁当を大急ぎで食うと、早速ついてきたはずの顔つき大根に話しかけようとして後ろを振り向けいた今考えれば当たり前だが、奴の身体にはタンクがめり込んでて、というか透けていて改めて、こいつはこの世のもんじゃないんだな、と思った。その後なんか、いろいろ試行錯誤したが、割愛する去年の冬頃、昼下がりの男子トイレの個室から、おい、なんか言えよ、お前なんなの、などのセリフを聞いてしまって、ビビった奴がいたとしたら、多分俺のせいだ。ごめんな、あまり手がかりはなかったけど、とりあえず、顔つき大根と俺の見ていた、大根さんは別の存在であること、顔つき大根さんは、何かに怒っているが、それは俺自身にでなく俺に関わる何かに関してであること N にこれ以上何かするつもりはないことは分かった。昼休みいっぱいかけて得られたのはこれだけだったがとりあえず俺のせいで俺や N がまじなわれたとかそんなんじゃなく何か目的があって俺にくっついてるんだと分かってすごくほっとした記憶がある。しかしその後進展はなく顔つき大根とのコンタクトも、ようよう得ず、マイエンジェル N には LINE で済んで、読み無視されるようになった。辛かった。でも、なんだか、そいつの存在にも慣れてしまった。自分もいたんだよね。毎日毎日覗き込まれるけど、顔つきはトイレまでついてこなくなったし、飯の最中は気をやってか、席を外してくれるようになった。こいつなりに考えてんだなぁなんて、思うとちょっとにやけた。はい、家とか簡単なのは、身振り手振り多かったな。喋ったりはしないけど、なんていうか感情の塊をぶつけてくる感じ伝わるかな。そんな俺と顔つき大根のドキドキ同棲生活も突然終わってしまった。顔つきと暮らし始めて何週間か経った頃だったな。下校中雪道をボテ歩いてた俺は気配を感じて顔を上げた。いつかと同じようにそこには大根さんが立っていた。もちろん顔のない方だ。なんかいつになく嬉しそうだった。なんでかわからんけど嬉しいんだってのは伝わってきた。気がついたら顔つきが俺を追い越して大根さんによって行ってた。そしたら消えたわけがわからなかった。だって大根さんはあんなに嬉しそうで顔つき大根さんだってけなげにかけよって言って詐欺える意味がわからなかった。しばらくその場から動けなかったよ。ふらふら自宅に帰って寝た晩飯に何を食べたかも覚えてなかった。翌朝も顔つきはいなくてサタメが消えた時の光るってこんな感じだったのかな。なんてぼんやり思ってた N には一応大根さん二人とも消えたってラインした。返事はなかった。あの大根二人は元が人であろうとなかろうと家族か恋人か
とにかく知り合いだったんだろうな、と顔つきが俺や N に憑いたのも、俺に怒りを感じさせたのも、全部顔のない方の大根さんに会いたかったからじゃねえかなって今はそう思ってます。